自らは明治政府から要職に求められていたにもかかわらず、仰せられようとしていた部下たちを救おうと。おかしだ。守るべき仲間も憎むべき幕府もすでにない。仰せ様のやり場のない怒りと絶望は、幕末最強の男、すなわち木村抜刀斎へと向かっていった。せっかく最後の一振り手に入れても試し切れでけへんかったら楽しみ半減やないか。その子は必ず取り戻す。正義の味方気取りよって。やれ